お、平田出てきてるね。あっちにも奥にもいる。あ、隠れたな。お、こっちにもいるじゃん。こっちにもいるじゃん。こっちにも。ほら、いた。この子はなんだ。この子はなんだ。頭隠して。平田っぽいな。おお、平田だ。自宅の、あ、この子死んでる。自宅の、野外ケージはもう平田クワガタがね、平田クワガタが、もうだいぶ出てきてますね。外にあるケージだけど、まあ出てきてるっていうことは、名古屋市内も平田クワガタが活動しだしてもおかしくないと思いますので、また近々ちょっと行ってみたいと思います。真夜中の昆虫採集。あ、平田いるじゃん。スタート、ただいま時刻10時半ぐらいです。いや、3匹ぐらい昼間いたんだけど。おお、いるいるいる、ここにいる、ここにいる、ここにいた。おお、やっぱり活動してますね。ここにも活動してる子いるし、これ昼間死んでた子ね。ちっちゃいやつとか。そっか、平田活動中。平田活動しとるよ、そうちゃん。平田活動しとるよ。ほら、ここに、ほらほらこれ、ほら、さっきこうっあっちから見えたんだって。おじいか、ほんと。他は他はね、1匹ね、この裏にいるかな。この裏に、ほら、もう隠れてっちゃったかもしれない。昼間はね、3匹いたんだよ。取っちゃう、強引だな。この辺にね、3匹いたんだけど、あ、いるじゃん、この間に。ここにいる、ここに。おお、挟まれる。ここにいる、見える。うん、見えるでしょ。ああ、ほら、いた。捕まる。うん。いや、他に何もいらんよね。とりあえず昼は3匹いたよ、平田が。うん、強いな、力が。はい、うん、起きてるね。起きてるね。どこれ、ちょっと暗いんだけどね。ここにも1匹いるよ。クワは見ないね。俺らなんかいない。わかんない。あ、いや。すごいね、これ。iPhone だけのライトでこんなに撮れるんだね。え、さっきの日だったわ。さっきの日だったら後ろ隠れてっちゃったかな、明るいから。すごい撮れてるよ、これ。じゃあちょっと待っててね。
慣れてる。だからもう森に行ったら日向も活動してる子もいるってことだね。うん、うん、ちょっと上の辺はちょっと明日あたり行ってみようかな。夜上はねいないね。まだカブトがいない。カブトは幼虫でいる。まだなんかね ここにいると思う。いるかな。ちょっと見てみようか。あれいないな。こっち側は反対側はいるんだけどね。うん、いないです。なんか虫がここに隠れてた。あ、本当だ。これね、オンにすると電気がつく。すごいな。あれ、いなくなっちゃった。うん、もう終わろうかな。じゃあはい、こんな感じでまた夜森に行ってみたいと思います。でも、もう終わり。はい、ご視聴ありがとうございました。かんちゃん。